声出さないでくださいよ。ちゃんと聞こえてますから。心当たりって何のことです？その MO 見せていただけませんか？思い出しました。これ私のマスターが持っていたものです。私のマスターの名前がキリシロだったんです。それで私の名字もその名前をもらったんです。マスターが残したメモにはその MO のパスワードは書いてなかったんです。でも確かマスターに聞いたことあります。パスワードは三つの魔法体系の名称だって。さあ、そこまではわかりませんね。私用事があるんで、これで失礼します。
わかりませんけど。マスターがどうかされました？お兄ちゃん、やめて！キリュウ先輩は悪い人じゃないの。わかってる。お兄ちゃんの気持ち、私にだってわかってる。けど、キリュウ先輩は、先輩は…
これで関係者は揃ったわね。始めてくれる？舞波君。オリジナルの魔法っていうのもあるんですよ。例えば人工生命を生み出す魔法っていろいろありますけど、私みたいに絵として作られるものってとっても珍しいんです。当時管理局から通達を受けた私が調べた限りでも、桐代君の魔力の上昇が異常であることはすぐに分かったわ。桐代君はあなたにとてもよく似ていたの。そう、姿形も、そして性格も。あなたと桐代君の違いがあるとしたら、彼が得意とし依存したものが魔法だったのに対し、あなたの場合は音楽だった。ただその一点だけでしょうね。そう、お前はあの人に似ている。確かにお前はあの人に似ている。だけどお前はあの人じゃなかった。お前の生き方、お前の価値観、あの人とは全く違う。私にはそれが。
違う、そんなんじゃない。あ、私は それはできないわ。霧代公はもうこの世にはいないのよ。Thank you.